何2人とも遅いのね。順プレート授業遅刻してるよ。あ、ちょっとやばいじゃん。ちょっとグロスとか持ってきちゃって。なるほどね。まあ、うちも結構グロスとか持ってきたけどね。あ、お疲れ様です。すいません、まだ授業がもうちょっとかかりそうで。あ、全然大丈夫。責任 JP 君だけ。あ、おはようございます。待ったんだよ。いや、俺も下になってたんだよ、時期は。これなんてないわ。入ってるかな、JP。 切れてたら笑うよ。ずっと切れてるかもしれない。あ、これ切れてるわ。こうやって出たこのチョコチンアンコーライト。おしゃれな人が全員買うやつ。じゃあ、俺のカメラ行くか。いけそう。あ、撮ってる。撮ってる。はい、皆さんこんにちは、みかみやんです。と、あ、こんにちは、じゅきやです。こんにちは、じゅんぺいです。こんにちは、あかりです。どうも、こんにちは。変な感じだやだリアルに私はそんなに初めましてじゃないです。アンコラの感じだから、エロい写真集。そうそう、エロい写真集。エロ写真集で、はじめ社長が勃起した時ね。私はなんか、いや、仲いい夢見ます。いや、もう全然抱き抱かれの感じ。え、そうなの？体の関係だから。しげえ、そうなの？しげえ、違うよ。でもこう、ズミだったら方向しにくいじゃん。何この設定があるやつ。普通の合コンがいい。普通の合コンないよ、だって。合コンしましょうよ。合コンしたことないもん。でも大丈夫、三上さん。何がですか？カノ君が。絶対言うから。初めて会った時も、今日カノ君いないけど大丈夫ですか？そんな、いつもカノ君を求めてない。カノ君見てないじゃん。逆に昨日カノ君との撮影だったの。うん、で、なんか、ブラホック外しみたいな企画を、カノ君と急に来てもらったんだけど、うん、三上さん大丈夫かな。大丈夫。フィニッシュと彼女じゃないから。三上さん大丈夫って聞いたら、何ちょっとやばい。意味わかんない。あいつ何の付き合ってないから。あ、うまそう。なんかチキンラーメン在庫が今なくて。グリーンカレーラーメンだったら。グリーンカレーラーメン。グリーンカレーラーメン頼んでみてくださいね。はい、頼みます。じゃあ、カレーうまそう。やだ、俺聞いたの。手の力が低血糖症みたいなあるじゃん。何も食べてない。俺それ飲んで遅刻してるし。確かに入って。俺遅刻してて食べてたらやばいっしょ。合コン遅刻。しかもなんか自由にカレーとか食べてる。うまっ。合コンだよね。手震えてきちゃうから。合コン。合コンで手震えてたらやばいっしょ。飲まない。食べたい。食べたい。はい、うん。でも帽子かぶってるし、なんか芸能人っぽいよね、なんか。いや、でも純平さんね、これ特技があるんですよ。特技。あ、まあね、頭伸ばしっていう。頭伸ばし順。え、知らない？え、知らない。ちょっともう一瞬目つぶってもらえれば、順平さんは頭が伸びます。2秒だ。2秒。2秒いいかな。普通はこれ。あんま長くないし、伸ばしましょう。はい、せーの、1、2、どうぞ。じゃん。頭伸ばし順。長いっしょ。長いっしょ。はい、もうちょっとだけ伸ばせるよ。もうちょっと。まだ見てる。見てる。あ、それ目つぶる。もう見てる。ほら。昨日も飲み会で4回ぐらいやりました。ポイント高い。確かに。まあね、そういうなんか一つ武器があるっていうね。トランプとかでマジックするとか、うん、そういうのがあるとこういう飲み会はいいかもね。ジュンペイさんの場合は頭伸ばしだから。うん。プロ的にどうタイプ？伸びる人が伸びない。どっちかだったら、伸びる人が伸びない。伸びない人。なんで？あ、折りたたみ傘とか持たないで。常に短い方がいい。伸縮するの嫌なんだ。常に短い状態もできますもちろん。あ、そう。けどたまになんか寂しいな、頭長い人会いたいなって時に、何言うわ。そういう時はあるかもしれない。ちょっとやってもらってもいい。シチュエーション的に。今日はじゃあ合コンって設定じゃなくて、岩ちゃんがちょっと落ち込んで、慰めようかい。っていう設定で、カノ君が浮気してね。そうそう、カノ君が浮気して、と、よーいドン。大丈夫。変わんな。そんなナチュラル。まあ大丈夫大丈夫。触るんだよ。友達だもん。友達。え？触ってると伸びるから。だんだん大きくなってくる。撫でてる。めちゃめちゃ硬いよ。今。めちゃくちゃ立ってる。とんでもない。やだこんな合コン。合コンしたことあるんじゃん。したことないよな、俺らは。合コンはない。合コンって何っていうの、そもそも。じゃあ、男の仕草で嫌な合コンとか初対面で、あ、これされたら無理だわっていう、一つあげるな。ノグソ以外。でも、生きてるの嫌だ。生きてる？どういう生きてるの？なんか盛り上げようとしなくて、なんか、
たいやってたよね。最初の感じすごい嫌だ。そうだよそうだよ。あれ嫌だよ。そうだよ。嫌な感じの設定でやったの。会話できないの嫌だ。ね、うん、意味わかんない。会話意味わかんない。全部飛ぶけるし。ちょっと待って、俺もう帰りたいの。それなんか一人で買って帰るの嫌だ。ね、ちょっと。でも本当にすぐいなくなるの。え、嫌だ。でなんかトイレ行ってくるって言って、全然帰ってこないの。あれ、ジンペイさんいますみたいな。で、クラブのその店員さんが。全勢力を使って順平を探したの。うわっ！って全員が探しに行って、もうなんかインカムみたいにさ、順平さんいますから。でも、もう他のやつはもう順平さんいますから。こっち順平さんいますみたいな。なんかもう大捜索始まって、で、20分くらいみんなで探して、結局いなかったんよ。で、全輪公開してるから、全輪みたいな。めちゃめちゃ燃えてんの。で、俺が、順平います探してくださいって言って、またブワーってみんなが言って、順平さんいますかって。クラブ中を探したら、また10分後ぐらいに順平が、みたいな感じで帰るじゃん、普通に。で、いや、お前何したんって言ったら、フロアでテキーラ100杯おごってたって。何してんの？そういうことしちゃうんだ。怖いでしょ。何？怖い。なんかそういうの好きなんよね。常に隣にいてほしいから。だよね。だよね。岩いてくれんみたいな。その岩が隣にいてくれんじゃ、俺バーカンで100杯怒られる。岩が隣にいたらどこも動かない。動くわけないだろ。そんなことない、動くよ。で、女の子がそうやって。飲みすぎちゃってさ、入っちゃう時もあるやん、そしたら男の人が、まあ、看病するのは当たり前やん、でもこいつは、ジュルって言って帰る。一人でホテル帰って、その一緒に行ってくれた大人3人が、その女の子を看病して、復活させて、純平さんのホテルに連れてった。はい、カレーラーメン来たので食べます。グリーンラーメンだよ。そばね。うまそう、ね、え、めっちゃうまそう。でもそれなんか有名な商品らしい。どこで有名なの？このここで狭い会話。それ有名じゃないよ、別に。なんか熱くない？熱い。え、なんか脱ぐ？え、やだお前なんだよ、お前らめっちゃマジかんな。え、いつもどれぐらいの動画上げてんの？確かに15分から20分ぐらい。結構長い。あ、長い。今からカットするとこないもん。ないよね。全部使える。バッグもね、全部。確かに。ダメだよ。バッグって言ったら、悪いわ、伝え方がもう。でもあれは事実なの。事実だからもういい。じゃあ、別にこれ使わなくてもいいけど、言っていい。まず飲み会、もう飲んでみんなでバーッと飲んで、別に俺の女の子とかじゃないの。別に俺の隣にいた女の子。で、すごいなんか、私めっちゃ飲めますみたいな、私マジ強いです、負ける気しませんみたいな、で、めっちゃ挑んできて、めっちゃ乾杯させられて、俺も嫌だった、うわみたいな、うわなったら、だんだん終わってきて、そのトイレから帰ってこない、で、スタッフさんが別の部屋で寝かせてきます、で、そのゲロを吐いたっていう情報が、さっきの方ゲロ吐いちゃってますみたいな、あ、マジっすかみたいな、みんなで行くやん、一回、水を持ってって、あ、もう寝てな。また部屋戻ります、で飲んでます、で俺帰ります、そしたら大人の人たちが、JP 君ごめんなさい、こんな楽しくクラブやってたのにその女の子つけれなくてごめんなさい、で、いや僕絶対いいです、ラーメン食べたい、いいよ、で大人の人は気に使ってダメダメ、なんで話してるの？食べながらダメ、なんでダメなの？なんで？ユア食べたい、ユア食べたいって言ってる。岩を食べたい。ダメだよ。ダメなの？ダメじゃダメだよ。話が違うだろ。枝豆。この動画やばいって。そんで、で、その女の子が JP 君のとこ行きたいって言ってるんですけど、どうしますかみたいな。いやいや、もう本当に、どっちでも。よし、行くぜ、行くぜ、お願いしますって。あと何分後、あと何分後。言うから、これうまうまいよね、これうまみたいなことがあったことがあるってだけ。そういうエピソードが、まあ、昔にあったよっていう。最近でしょ、最近。最近だよ、めちゃめちゃ最近でしょ、最低。ここじゃない。あのさ、こういうさ、なんか飲み会とかでもさ、間ができるじゃん。その時にさ、やっぱみんなさ、一旦こう行く。絶対。昨日も話したんだけど、その間を飲み物で埋めるのってすごいダサくない？だから、いかにその間をなんか繋げれるか。間のない飲み会ってやばくない？喋り続けて。そう。誰かしらが、一旦みんなさ、雰囲気で携帯、みんな同時にいじる瞬間とかある。で、また、じゃあ飲む一回。みたいなでまた飲み始める。じゃなくて、もうそんなに話し続ける。気まずいなってやったら、別に話題が思いついなくても、
それで繋いでいく繋いでいく。だ今やってみない、ちょっとだから一番最初に間を埋めようとした人負けね、うん、あのなんか間あったらこれ飲んじゃうよとか、うんうん、それもなし。オッケーオッケーオッケー。いやなしね、間を埋めちゃうなしね。じゃあ誰も間を埋めなくなっちゃう。誰も間を埋めなくなっちゃう。間を埋めなきゃ負け。でもなんか、うん、その2人がちょっとゆあちゃんの良さを出さなすぎて、うん、あこれゆあちゃんのチャンネルだよ。確かにそれはこの、うん、この、うん、なっちゃってるわ。それは面白い、面白い感じの、うん、まあってことでさ、うん、その昔のはどんな感じ。気持ち悪いの見たい。みんな必死に内容ゼロ。あの飲んでなくても記憶多分ないわ。間はやっぱ必要だよね。まあ間があるからいいのかもね。結局じゃあ間、ま、耐え切ろう選手権やる。分かった分かった。気まずくなっても、うん、ちょっとひと踏ん張りしてみる。分かった、うん、えっキモッ。なんか抜け駆けしてるよ。きます。あ、負け、負けちゃう、負けちゃう。あ、負けちゃうな。まさよ。最近のこととかやる前に。AV ゲーム突入ぐらいか。エロー。エロ過激だよ。俺も行きたい。え、突撃ダメなんですか、したら。でも AV 現場だったら。マジついてっていいですか。全然。うわ、やれるんすか。やれますか。なんでお前質問しようとしてるの。え、見れるんですか、やってるとこ。ギリギリまで。なんで行く意味ないやろ。そう、羨ましいやん。意味があるだろ。なんで誰も見れないから。誰も見れない。カメラマンしかいない。え、マジで。じゃあカメラやらしてよ。iPhone の広角で。あ、マジ。 iPhone の広角で。聞きたいことあるんだけど、飲み会でさ、女の子って結構この前に手を置くと多いのよ、マジで。わかんないよ。ないよ、ここ。ないよね。ねえ。気持ち悪い。それは意図的なのか、たまたまなのか。いや、まあ置かないけど。でも、ゆあはもう。そうそう、逆に。でもゆあちゃんと僕飲んだことあるんですよ、うん、あの R ちゃんの誕生日会で、うんうん、ゆあちゃんに JP じゃんみたいな、うん、言われてこうパンって叩かれて、うん、こうないやん。そっから女子たちがないのないの、え、JP チンコないのみたいな集まってきて、あるよ。ウェイヨ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 。シュンペイさんは怒ったりすると、うん、すごいブワーって言うの、うん、でもそのどんだけ怒ってても、うん、ウェイヨーって言うと笑顔でウェイヨー。順平怒ったらウェイヨーって言ってあげて。分かった。これこれ、この一瞬のね、時の前ですね。これだよ。これで大事ってことがさっき分かったもんね、うんうん、しかもこの沈黙であの全体で話したのが急に1対1になってしまうもんね。あー、この沈黙がバーってなってて、うん、ウェイってなってて、うん、こうなって、うん、え、ってことはそうになるよね、うん、この個人戦が始まったり団体戦が、うん、やってるね。よくやってる、今1対1を。よく1対1、1対1、1対1、1対1やってる。え、なんか結構毎回うちはなんか昆虫にないみたいな感じでさ、対応される。あがりは俺のだからね。そう、あれなんだ、盗み出し。カノ君ってディズニーが好きなんだよね。ダンスト好きだし。カノ検定。はい、ということで始まりました。はい、カノスター検定、はい、お願いします。まず一つ目、はい、てれん、カノくんはパイパンでしょうか、パイパンじゃないでしょうか。うわー、わかんねえなー。あの、思い出してる感じで。あの、見たことある。見た人の考え方だから。はい、どっちどっち。想像は、生えてないんじゃないかな。ない、はい、私も生えてないと思う。ちょ、ローター入ってて、なんかどういうものになっちゃう。ビク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 してる。めっちゃ違う。めっちゃ違う。生えてくる。どっちですか。生えてない。ない。ない。あ、俺も、うん、あ、生えてない。じゃあ生えてないで。知らないの。はい、今発球です、今。はめっちゃあるな。うん、8球。次7球の試験いきます。はい、がいいっすわ。飛び球。はい。難しいよ。3球まで飛び球。はい。カノ君の家賃はいくらでしょう。知らない。上下2万までは OK。 上下2万までの誤差あり。俺昨日ちょうど話したんだよ、カノ君と。一緒に内見したでしょ。してなんか、ね、してない。内見したよね。してない。だから分かるんでね。で、なんとなく、なんとなく。じゃあ、R ちゃん、ジュキや、ゆあちゃん、うちなんとなくも知らんけどね。うん、でも行ったことあるわ。なあなあ、でもユアに夢中になったから連絡ないもん。ね、そうだよ、めっちゃコラボしてたのにね。なんか動画でうち悪口言われてたしな。悪口の時は気合い入れてなかった。なんだろうね、なんかユアとのコラボ。ウェイヨウェイヨウェイヨ。そんな怒んないでよ。じゃあ24万。24万。安いね。30。40。正解は38です。あ、頑張れ。うまい。うまい。ちょっと
外すところがやらしいよ。いや多分なんか管理費とかも計算したよ。お金管理してるめっちゃ知ってるやん。サンキューやん。じゃあ いきます。はい、はい、カノ君はゆあちゃんのことを好きが嫌いか、そっち。うわーもう好きが嫌い。好きが嫌い、嫌いはありえないから、うん、ライクかラブか。どっちが違うの？ライクかラブ？何が違う？ライクは友達。ライクは友達。そう、だから俺が R ちゃんに対してのがライク、俺はユアちゃんにラブ。めっちゃ英語弱いやん、 R ちゃんなのに。じゃあ同じ順番でラブ。ラブ、うん、ラブ、ラブ、うん、一番本人がね、感じ取ってるそうかもしれないからね。動画のコメント欄も固定されたよね。私、カノ君の動画にコメントしたら、それカノ君固定にしてた。独占欲やん。私ユアのさコラボの時さ、なんかあいつハート押すの早いよ。コメント多分めっちゃ嬉しいから、お似合いとか多分すぐハート押す。あれあれもう見過ぎやん、見過ぎやん。あ、そういうこと。うちの時に全然ハート押さなかったんで、あいつほんとすぐ言うのよ。めいよめいよ、お似合いだよ。じゃあどっち、ライクかラブか。ラブっぽい。あー、わかりました。ラブラブラブっぽい。うん、カノ君の気持ち、はい、正解はやりたいだけです。あーなかったか、絶対なかった。なんで一緒やん、気持ち。おい、俺ラブ。でもカノ君タイトルで告白してるもん。本気で好きになります。そう、男から LINE とかでさ、やり取りとか、まあ、こうやって会ってみて、うん、うわ、こいつラブやんって気づく瞬間はいつの。それ飯行こうよとかってぶっちゃけラブじゃないじゃん、まだ。え、でもうち飯行こうです、それ。単純、飯行こうで、あ、脈ありなのかなみたいな。まあ脈なしではないからね、もちろんそれは。じゃあ2回目誘われたらじゃない。あー、1回行って、で、もう1回誘ってきたら、でも、もう1回行って、もう1回誘ってきて行って、どっちも FX の話だったら、はぁ、そしたら合わないよね。でもまず1回目で行くじゃん、うん、その基準は1回目なら割といい。誰でもいい、連絡先知ってるぐらいの人だったら。あ、でも順平でしょ。で、順平別にご飯は別にとかもなかった。自分別にみたいな。まあ、そんな俺って下なのかな。予定が空いてるもん。じゃあ、うん、LINE の名前が佐々木 @FX だった。でも連絡して交換したら LINE 使って交換したら佐々木 @FX。 どうすんの。1回目なら大丈夫か。もう1回目は大丈夫。やだよ、ずっと。あ、上がった。チャート見てる、ま、いる、いる、ね、人いた。何のチャート食べてるね。え、違う違う、うちなんか高校生ぐらいの時にデートした人が電車でこうやって2人でこうやってつり革持ってこうやって言う時に、あ、ちょっと待って、高校生強だってもういろんななんかさ、うん、権力者とかもう、うん、悪い大人と飲んでるでしょ。飲んでない、意外と飲んでないよね。意外と飲んでないよ、意外と。意外と誘われることはめちゃくちゃ多いよ。でもおじさんとかと飲まないタイプだよね。うん、飲まない。じゃあおばさんは。まあいいだろ。飲むおばさんを知らないの。見たことない。見たことない。みんなさ、女の子もめっちゃ飲んでる今の時期とか、うん、で男も飲んでるわけや。で、どこで女は撤退していくの、飲み会。結婚だよ。確かに。何歳からおばさんなの。おばあさんは15個上とかじゃない、やっぱり。え、15でおばさん。その15でおばさん、なんかちょっとおばさんっぽかった。よくないよ、ちょっとその感じが。でも、うちまだ26ちょい。嫌なおばさん。どう、もう割と喋ってるよね、うん、結構いい感じですよね。 いい感じなのかね。ゆあ、あんま喋ってないかな、はい、そう、ゆあちゃんゆあちゃん喋るじゃん、うん、そうだね、コメント欄ちょっとなんかね、周りちょっとうるさい、ゆあちゃんみたいに多そう。ゆあちゃんが喋ってる。なんか、恥のメガネマジキモいとかさ、何分何秒メガネブスとかじゃあ俺呼ぶなよ。俺のアンチしかいないよ、コメント欄。はい、今回はあれ、俺にだけ顔印象ついてる。なんか捕まってるよ、お前。なんか枠入ってるよ。顔の大きさかな。え、はい、そんな感じで。どんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかった。楽しかったです。楽しかった。楽しかった。初めての合コン、こんな感じなんだね、合コンって。楽しかった、すごい。でもちょっと上級者すぎるかも、俺らが。あ、今日こんな楽しくないよ。これ、コラボ動画出ますよね。うん、出ますよ。コラボ動画上がるので、そちらもぜひ見てください。はい、ありがとうございました。